よね。3人の集合場所だったね。でもなんでここだったんだろう。決めたのってリリアだったよね。普通みんな目立つものがある場所で待ち合わせすると思うんだけど、ここだと人が少なくて見つけやすいし、静かでお話もしやすいでしょ。さすがリリアはしっかりしてるや。他にも回ってみましょう。うん。それにね、アル、私たちだけの特別な場所をいっぱい作りたかったんだよ。思い出になる、そう思ったの。クソヘラヤヤセヤやったわ。ヤヤセヤやったわ。お願いします。セヤうんこれで皆さん受けてみせる。いいよね。よくここから湖を見てたよね。うん、
でも夜だとちょっと不気味かな。昼だと湖面がキラキラ輝いて綺麗なのにね。湖に霧がかかった日には湖に近づいちゃいけないっていう話もあったよね。なんでも霧の中から大きな影が現れて魂を連れ去っちゃうからってさ。湖に落ちたら大変だから、それを避けるための注意だったのかも。お、なるほど、そういう考え方もあるのか。でもそのおかげで分かったことがあるよね。あ、もしかしてあれ？せーの、で言ってみよっか。せーの、ルーエは怖いものが苦手。これだな。見つけたようね。そのかけらには決意の記憶が宿っているわ。世界を滅ぼすと誓った妖魔の決意がな。世界
どうして？どうしてでしょう。せいや、かぶさないわ。せいや、一緒に。
くてだよーし。強くなったわ。これでもっとアルの役に立てるね。